京極高、英京極高へ12月15日昭和49年12月7日は昭和時代の家族、音楽評論家。男爵、加藤明マロの逸夫、兄に、加藤茂幸、浜尾志郎。弟に、古川六波、増田七郎がいる。京極四爵家藤主、京極高よりの向こう用となる。東京出身。署名は加藤英語。 学習院に入学し、部活動では吹奏楽、また、声楽の勉強に熱中した。東京帝国大学経済学部を卒業する。大正15年に、東京日日新聞の記者となり、昭和7年に、読売新聞へ移籍する。また、昭和6年頃より、音楽ジャーナリストして、音楽雑誌に執筆を行う。昭和九年、京極試写家のノ子の夫として、 無効用紙になる。昭和12年、読売新聞を退職して、内閣情報部職宅になり、愛国行進局の選定に携わった。昭和14年に、貴族院議員となる。昭和15年に公営と改名した。貴族院議員時代には、情報局委員、日本音楽文化協会顧問並びに、国際音楽専門委員を務めた。戦後は、 外務省調査委員、NHK 理事、相模女子大学教授などを歴任した。他にも、日本オリンピック委員会委員も務めた。昭和49年に73歳で没した。実施はなく、豊岡京国家から高行きを養子としている。ありがとうございます。